では、いただきます。いただきます。あ、卵がある。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うちのツバメのヒナたち、みんな無事に帰ったみたいだよ。今年は5羽。にぎやかそうね。うちのツバメって何？牛舎の裏の方にツバメが住んでんだわ。牛舎の中もピュンピュン飛んでるさ。でも去年の子はみんな巣から落ちて蛇に食べられちまった。僕蛇なんてへっちゃらだから、ツバメのヒナを一生懸命守ることにするよ。そうか、じゃあツバメチェックもしないといけないんだな。もう一回設定を確認して、あ、でものんびりなんだこれで。そっか、いやスクロールがやっぱ早いんだね。卵生まれてるかな。お、なんかいる。何もいないか。出れない。おはよう。そうそう、僕くん、そこにベルトコンベアがあるけど、はい、ちょっと壊れてるみたいなんだ。壊れてる？うん、電源を入れっぱなしにしておくとおかしくなることがあるから絶対に触っちゃダメだよ。はーい。いいかい、コンベアを使っちゃいけないからね。わかった。ボクくん、うちの牧場の牛さんたちの名前教えてあげよっか。うん、教えて教えて。この子はね、アントワネットっていうのよ。アントワネット。この牧場一の美形なんだけど、一番のお年寄りでもあるんだわ。いくつなの？この子は12歳かな。じゃあ僕より少しだけお姉さんなんだ。うん、そうだね。アントワネットね。あなたアントワネットっていうのか。あら、なんかこんなの見えたんだ。間違えた。おいしい。うまっ。やらかした。ぐるぐるマッサージ。オッケー。おお、はい、はい、ミルクだよ。アントワネット、出るかい？マッサージしよう。ありがとう。おい。お前なかなか可愛いな。でも僕の方が可愛いんだからな。どういうこと？コリボンは一生懸命ミルクを飲んだ。もっと飲みたい。
まとめて入れれないのかな。帰ってみようか。ミルクだよ。コリボンは一生懸命ミルクを飲んだ。お、いけた。いけるんじゃん。いや、そんな何回も何回もスクロールしなくていいんだね。お、ほんとだ。ツバメの巣がある。お腹を裂かせたヒナたちが大騒ぎしている。かわいい。手伝ってる。今日はここでお仕事手伝ってるの？そうよ。親の仕事を手伝うなんて偉いね。あんたは手伝わないの？うん、うちはお父さんがサラリーマンだから。じゃあ雪かきも手伝わないの？雪かきって何？雪かきは都会には結構無縁だね。確かにね。レンガがまだないのか。ニュー。何か聞きたいことあっかい？じゃあまた何か聞きたくなったら僕に話しかけてね。はい。こんにちは。こんにちは。さっき家の方にみどりちゃんがいたよ。知ってるよ。今日みどりは家の手伝いで、昼過ぎからは庭で合唱の練習するってさ。へえ。もうすぐみどりと仲の良かった安田っちが札幌でお嫁さんになるのさ。先生がいなくなる前に合唱会で優勝しようって、なんだかうちのクラスだけ頑張ってんの。ハヤトも練習してるの？お、俺はいいのさ。なんで？音痴だから。ふふふふ。船があるね。いやー、景色いいね。お、ニュー。ニュー！なかなか捕まらんね。捕まった。よっしゃ。カワトンボ。ここには虫来ないのかな。この辺の子たちは全部普通の子たち。お、ビッグだ。モンキチョウ、ビッグ。すごい、冠来た。あ、あるんだ。キングあるんだ、キング。
あ、すごい。最終セット出せるんだ。コッペパン。よし、あ、こうできるのね。なるほどなるほど。これは便利だわ。これは便利だわ。ニューだ。ニューいる。バッタだね。もういっぱい捕まえよう。お、やった、キアゲハ。わ、綺麗。わ、めっちゃ綺麗。丸いバーナーやガラス棒が所狭しと置いてある。読んでなかったね、今。仲良しの小鳥が2羽並ぶちょっと可愛いオブジェが見える。ガラスのリスが置いてある。ガラス細工だね。女性の体をかたどったオブジェが飾ってある。いろんな色の粉がある。綺麗な瓶に入っている。あ、いた。こんにちは。なんだ、君か。ねえ、お土産をもらったけど、どっか旅行でも行ってきたの？まあね、1週間ほど窯の火を落としていろいろ回ってきたんだわ。火を落とす？そう、窯は温度を上げるのに時間がかかっから、普段はつけっぱなしにしとくもんだけど。うんうん。半年から1年ごとに中のるつぼを交換しなくちゃいけないから、そん時だけ火を消すのさ。るつぼ。なるほど。ガラス職人が長い休みを取ったり、どこかに行ったりするのは、だいたいその時なんだわ。へえ。その辺にたくさん落ちてる丸いのが、使用済みの古いるつぼさ。窯の中の溶けたガラスが入ってる器のことを、るつぼって言うんだわ。へえ。靴屋さんでもやるのかな？靴がいっぱい並んでる。へへ。階段があります。注意。ここ何？あ、脱衣所だ。いっぱいあるよ。干して、洗濯してあげよう。綺麗になったかな？お風呂かな？お湯の管が通ってる。どうやら工房からお湯を引いているらしい。はーい、なるほどね。ものすごい古さを感じる洗面所が。特に何もなかったな。開かない。こっちは？丸くて角がちょっぴり丸い柔らかい冷蔵庫がある。あ、ラッキー、やったー。ジェットストリームかー。マレーシア。流し台ちょっぴり身長が足りない。残念だ。あ、本当だ。歌の練習してる。
こんにちは。よし、またまた一句できたべ。ほう。麦畑、デートしたのは君と僕。おー、いいね。いいじゃん。なかなかいい評価だべ。いいセンスしてんな。うん。よし、じゃあ今日も頑張って作ってみるべ。うん。麦畑、堕落オイラ、麦畑、働くオイラは滝の汗。これはなかなかの出来栄えだな。名付けて、さて採点は。よいしょ、テスト会。やった。夏の入道雲の白さが目に浮かぶような卓越した情景描写だべさ。なかなかすごい。見直したべさ。あざっす。これにて上級合格。やったー。一級を与える。やったー。次回また精進して頑張るようにな。はい、了解。間に合うかな。あ、乳がいっぱいぴょこぴょこしてる。あ、ギリギリ間に合いそうな雰囲気だけど。でもここ乳がいっぱいいる。違う。乳がいる。おんぶバッタ、ちょうどおんぶしてるわ。よし、間に合った。こんにちは。何を歌ってるの？古い歌だよ。合唱会の練習なんだ。合唱会？うん、学校でクラス対抗なの。8月31日にあるんだ。いい声だね。あ、ありがとう。でも声はいいけど歌はまだちょっと下手くそだね。うまいよ、大丈夫だよ。ゆるみ港への船に白し朝の霜。なんか新しいのだ。水やれないかな。あっ、ここ入らないな。おじさん来ないやつだ。よし。でもそう。ガキンチョたち、ご飯できたよ。
はい。さぎりきゆるみなとえの上にしろし朝の霜。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。やっぱりもうちょっと経営規模を大きくしないと無理があるな。どういうこと？おじちゃんにね、もう少し大きくしましょうって言わなきゃなってこと。大人の牛はあれ以上大きくならないと思うよ。今日の晩御飯のテーマはなんちゃって親子セット。ザンギと卵豆腐の親子コンビにアスパラサラダと鮭のトマトコンニを添えました。ザンギっていうのは北海道の唐揚げのことなんだわ。揚げる前に特製のタレにたっぷりつけてあるんだ。美味しそう。おじいちゃんが生まれた頃からもうここで牛を飼っていたの？いや、昔は畑だけさ。あと季節になるとニシン漁の手伝いも行ってたさ。昔のニシン漁はすごかったんだ。魚が取れすぎて網が船に上がらなくなったり船が沈没したりしてたんだ。あのニシンも昭和30年頃からぱったりと取れなくなっちまった。毎日のおかずもニシン、出稼ぎ先もニシン。当時はこの辺の畑の肥料までみんなニシンだったんだわ。へえ。お魚取りすぎたんだね。おじちゃんは北海道のどこが気に入ったの？空の広さかな。うちの牛舎にツバメが住んでるけど、あの子たちは5月の連休頃にこっちへ来て8月になると南へ帰るんだわ。で、ツバメと同じ時期にふらりとやってきてそのまま居座ってしまったのがこのおじちゃん。お父さん、僕はツバメですか？なかなかないち、飛んで行ってくれないけどな。あるかな。夜もキャンプでできるんだ。ポテチを入れる。こんにちは。け、何しに来た？来ちゃいけないの？うん。そんな。男の子が夜女性のところへ来るんだから、なんかきちんとした理由がないとな。そうなんだ。じゃあどんな理由がいい？結婚してほしい。子分にしてくれ。魔法使いになれるよ。お姉ちゃんに都合がいいことばっかしじゃん。あれ、意外に手強いな。あ、何かを成し遂げてご褒美が欲しくなったらまたここにおいで。うん、わかったよ。よいしょ。
お風呂入らないと。わっ、ああ大丈夫、まだ大丈夫。お風呂、お風呂。よし、もっといろんなとこ探検しに行かないとな。今日のテレビなんだろう。今日のニュース、最初は変動相場制の話題です。今回のニクソンショックによって外貨は変動相場制へ移行することがほぼ確実となりました。あ、のんのんしない。のんのん。あさってになると太平洋上の高気圧の影響で各地で青空が広がりそうです。石狩地方、宗谷地方をはじめ日本海側は晴れ、太平洋側も晴れ間が広がるでしょう。オホーツク海側でも晴れの一日となりそうです。みどりちゃんって勉強好きなの？そんなことないよ、宿題やってんだから当たり前の勉強だけさ。宿題って毎晩やってるの？うん、もうちょこっとで終わるよ。あ、すごい、僕も宿題やろう。昆虫採集セット、北海道シカゴ。よっしゃ、羽長吹きバッタ。吹きの葉を食べてしまって穴だらけ。吹きを傘に代わり、傘の代わりにしようとしても穴が開いたらできないよ。なるほど。各地のお天気です。石狩、尻べし地方はよく晴れるでしょう。南南東の風4メートル。よいしょ。札幌の気温は、ヒアゲハ、子供の時は全然違う姿でも大人になったらアゲハにそっくり、不思議な蝶だね。ちょっとびっくりしてみたい。ちょっとびっくりしてみたい。スジグロシロチョウ、モンシロに黒いもん模様がちょっぴり入った蝶なんだ。恋人探しは匂いでするよ。どこにお花があるんだろうね。へえ、そうなんや。お花っていうか嗅覚があるんだね。札幌吹きバッタ、短い羽が特徴なんだ。ほとんど見えないくらいだね。メスは全くないみたい。不便じゃないのか心配だ。へえ、札幌、北海道にしかいないのかな。ジャノメ町。ジャノメというのは丸い模様のことなんだ。落ち着きがない性格なので、あちこちへと蛇の目玉が飛んでいく。おお、蛇ね。薄羽白鳥、日向ぼっこが大好きだなんて僕と全く同じだね。透き通る白くて綺麗な羽の蝶。間違えた。コバネイナゴ、田んぼによくいるみたいだね。増えると農家が困るんだ。コバネというのは羽が小さいことなのかな。ほうほう、イナゴか。根室地方は晴れのち曇り、ところによって夜雨
黒日陰。日陰や黒い林の中が大好きなのは名前のまんま。クワガタがいる木の近くでよく見られることがあるらしいね。へぇ。あとどこ？いた。オホーツク海側では50センチの波。日本海側の各地、カワトンボ、羽の色にいろんな種類があるんだよ。時々水辺を群れで飛び、川に住むから名前がついた。ほうほう。オンブバッタ、ゆっくりのんびり動くんだ。小さい方が大きい方に乗ることがあるのかな。だったらちょっとかわいそう。小さい方が大きい方に乗ること。ああ、うん、よいしょ。気温は徐々に上がっていきます。最高気温が30度を上回ると。今日は何だろう。明後日以降も晴れの日が続くでしょう。なるほど。8月4日水曜日晴れ。みどりちゃんが歌の練習をしていたんだ。僕も一緒に歌いたいけど音痴がバレたら恥ずかしい。